回の、プロテクト突破ではなく普通にプロテクト漏れだった。ソフトバンクが考えた28人のプロテクトリストからは漏れてしまったが、その中でセイブが甲斐野の能力を評価したことは確かだ。プロテクト突破とかいう黒歴史とかしたパワーワード、岩瀬式プロテクト外。プロテクト内容がこんなにダダ漏れでいいの？取られると思ってなかった漏れてた和田を交渉で特別にプロテクトしたんだから、プロテクトから数人外して選んでもらったんだろ。なんで記者がプロテクトの内容知ってるんや？本当にで最初から甲斐野プロテクトしてなかったのならソフバンフロントは野球素人どころか野球興味ないおっちゃん集団やろ。そもそもプロテクト突破ってなんだよ。二つ目のプロテクトリストなんやろな。今のホークスに和田や甲斐野を差し置いてプロテクトしなきゃいけないやつ28人どころか20人もおらんやろ。そら選ばれたんやからプロテクト漏れとるんやろ。プロテクトリスト変更とか憶測でしかないから記事にできんよ。和田も甲斐野漏れてて三森や柳町まで漏れてるとか絶対ないよな。柳町が漏れたら柳町一択だからな。西武の投手陣は盤石だから野手に行った方が良かったわ。そもそも西武は FA で選手取られて普通にプロテクト漏れから選手をピックアップしただけなのに、なぜここまでソフバンのファンに叩かれなければならないのか。それはそれでプロテクトがバガバすぎて誰守ったんやってなる。漏れてたらもっとやばいだろ。ご視聴ありがとうございました。